今回の訪問の目的は、もうまさにこの宇都領島というところが、韓国側が竹島を活用するその拠点になっているということです、うん、ですからその博物館もあるし、そして竹島を晴れた日には眺めることができるという高台もあるということですし、そういうですね、この竹島の活動の拠点となっている島を訪れて、実際に韓国の人たちがどんなふうに竹島のことを考えているのか、それを肌で知りたいと。それから何よりも仕事を進める上では、やはり現場に行くことが大事なんですね。しかし残念ながら今竹島には私たちは渡ることができません、はい、ですからその韓国側 の、 この活動の拠点になっている、ね、はい、島に行って、はい、見てみようじゃないかと、うんうん、そのためなんですよ、はい、そこはですね、そこが一番 の、 まあ、誤解のもとなんですが、はい、私は竹島に関する主張を持っていますし、はい、日本の政府としての見解を、はい、と同じ主張の中でですね、はい、日本政府に対していろんな活動すべきでないかと、はい、こういう提案はしてきました、はい、しかしその国と国と の、はい、この領有権の問題や外交の交渉は、はい、それは政府しかできないんです、はい、ですから政府そして外務省が、はい、やるべきことであって、はい、私が直接韓国に行って、はい、そしてその竹島の交渉をするつもりはないし、私にはその役割はないわけです、うん、ですので一連の今のようなその竹島のですね、私たちから言わせれば不法占拠を強化するような活動がこの1年、まあ、ちょっとこの民主党の政権になって以来ですね、じわじわと始まって今やもう竹島の活用に韓国が躊躇しなくなってしまった、うん、そして日本が抗議をしても全くその用をなしていない、うん、そういう状態になりました。それについては早く、うん、韓国側に日本の正式なこの抗議をするとともに、うん、今竹島でどんなことが行われているかを、うん、その日本国民にきちんと公表すべきだと、うん、国民に公表し、うん、韓国政府に抗議をした上で、うん、しかし主張が違うんですから、うん、互いの国の協議機関を両国が参加できる、うん、ね、竹島の問題を話し合う協議機関を作るべきだと、うん、いうことをずっと訴えています。ですから外交チャンネルを通じて今の私たちが持っている懸念はですね、これはきちんと活動してもらったらならないと、このように思っていますが、そのことと私がこの宇都島に視察に行くのは全く次元の違う問題だということなんです。いや、ですから意見交換をしたいということで申し入れをしてるんですが、お返事がいただいておりません。なるほど。今、あまりにも騒ぎが大きくなってしまっていて、韓国側の人は私に会ってくれないのかなと、こういうふうには思っていますが、現状では、まだ日程はセットされていません、はい、ですからわざわざ隠れてとかね、ではなくて普通に行って普通に皆さんと触れ合いたいと思ってますので、全部オープンにしてるんです、うん、で2日目は定期船でフェリーで島に渡り、うん、その日は島の中を、うん、まあ、車を借りてね、うん、島の一周をしようというふうに思ってます、うん、で夜次の日は今度は海からね、島の周りを海で巡れるそうですね、はい、ですからその周りを見せてもらうのと、はい、だぜひその筑紫島という島があると、はい、すぐ近くにですね、そこも見てみたいなと、はい、こういうふうに思ってるんです、うん、であとはその独島博物館ですね、はい、これをこれはもう訪れて、見たいと、うん、いう、そしてその日の夕方に、また母班に戻って、でその日の夜
遅くにソウルに着いて、はい、で一泊して、はい、帰ってくると、はい、私自身は、私の中ではもう1年半ぐらい前から、このぜひ一度はウルルン島を見てみたいと、こういうふうに思ってました、はい、でそれは観光局側がね、主張している、竹島は昔ウザン島だったと、まあ、こういうふうに言、はい、う主張があります、はい、しかし竹が生い茂り大きなネズミがいて、そして人々がたくさん住む緑豊かな島、はい、それは竹島とは思えませんね、ですからまさに宇都領島がウザン国だったんではないのかと、私はそういう仮説が日本には仮説がありましてね、ですから、まあ、それを自分の目で見てみたいというのがあります。それからその畜生島の存在もですね、韓国は宇都領島とそれから宇山島というのを2つ並べて、この宇都領島いや宇山島が竹島だと、まあ、このように主張される人もいるわけですね。だけど90キロも離れているのに、そういう地図の記載になってませんから、ですから宇都領島と宇山島は同一なのか、もしくは宇都領島のすぐそばにある島が宇山島と書かれていたのか、そういったことも現地にね、見てみたいというのがあります、それから昨年の6月から、この宇都領島から定期旅客船が出て、今1日2回竹島に韓国の一般の人たちが遊覧に出かけているということですね、でこれも我が国はその定期船、旅客船の就航などというのは到底受け入れられることではないわけです、まあ、しかし昨年そういったことで抗議した形跡は日本政府がですね、私は抗議せよと言ったんですけども、そういったことは行われていなかったのか、今現実に韓国の人たちがどんどん島に行ってるわけじゃないですか、ですからそれは韓国の方たちが行かれる人たちがね、どういう雰囲気で行くのか、その現場をね、見てみたいなとふうに思ったんです。でこれは領土の特命委員会で提案をして、で一度見てきたらいいじゃないかという、委員会としてのご了解を得て、その上で、この党の中にですね話をして、で行くことになったものですから、それを党としての記者会見をしたと、今まで積み上げて議論してきた結果、この時期にね、ぜひ今まで行ってないから行ってみたいということで、測ったわけですね、でそのまま粛々と行く予定だったんです、ところが外務省が大韓航空機の搭乗自粛ということを打ち出しました、でそれに対して韓国側が政府として反発してきました、でその政府と政府のですね、やり取りの中で、その対抗策として私たちが行くと取られるのは、とても心外だったので、ですから7月15日に発表したんです。7月18日からが搭乗の自粛期間に なるということで発表がありましたからね、でそれは発表した日に計画立てたわけじゃありませんから、前もって計画があって進めてきたところ、政府のね、そういった応酬が始まっちゃったので、それに巻き込まれないように、これはあくまで現地を視察するだけで、韓国の人たちにね、触れるだけのことですから、ということで、このタイミングになったということなんです。